皆さん、こんにちは。さあ、今日もですね、お部屋から新型ガジェット雑談やっていきましょうか。前回の DJI Neo、前々回の GoPro Hero 13のお話でとてもね、反応が良かったんですが、特に GoPro ですよね。発表されてからですね、いろんな方、動画上げていましたし、僕もですね、一通りレビュー動画見させてもらったんですが、まあ、コメント欄に書いて、いた方々の言ってる通りというか、だいたいみんなね同じような、感じの感想を持ちましたね。まあハードウェア的には GoPro の12と大して変わらない、まあ12と変わらないってことはつまり11とも変わらないっていうことで、 GoPro は3世代ほとんどハードウェア的な性能の進化はないといった感じで、まああれだけちっちゃい筐体の中にね、もう性能も詰め込めるだけ詰め込んで、おそらく限界なんでしょうね。まあ、だからこそ、このアクションカムではなくて、このレンズですよね。交換式のレンズで差別化を図ったっていうところなんでしょうけども、まあ結構ね、コメント書いてくれた方の中にも、まあわざわざアクションカムでレンズ交換するかっていう、方もおりましたし、あとマニュアルフォーカスレンズ。あれに関しても、まあそれ GoPro でやるかっていう方もね、結構いました。中にはですね、マニュアルフォーカスレンズにオートフォーカスつけてくれってやつもあって、まあそこまで来るとね、もう小型高級コンデジの、まあ、路線に入ってしまうんですけども、はい、そんな感じでね、 GoPro はちょっとね、そうですね、微妙な感じになってしまいました。まあまだ発売してないからね、何とも言えませんけども、少し前評判的にはどうなのかなっていう感じになってしまいました。さあ、そこでですよ、こちら我らが、はい、 DJI オズモアクション4なんですが、これの新型のね発表も迫っております。で、今回も DJI 関係のリークをたくさん出しています、イゴールさんの X のページ、見ていくんですが、もう早速ね、画面のどこかに画像を出してますけども、これがアクション5 Pro の、画像となっております。そうですね、筐体のデザインはほとんど変わらなくて、この正面のアクション5 Pro って書いてるところ、今こうね、これでいいかな、はい、この下の部分ですね、この部分がアクション4から5に変わっていて、若干この下の部分のデザインは変わってますね。あと上のこのスピーカーかな、これの位置もなんか若干変わっているように、はい、思えます。それ以外はほとんど変わらないですね。で、次はこれ横の、画像ですね。これバッテリーの、出し入れする場所かな。これも変わりはありません。後ろのこの背面モニターもほとんど変わらないですね。で、はい、次の画像なんですが、何やら面白いものがついてますね。これは DJI のアクション用のバッテリーグリップですかね。はい、これが詳細な、画像なんですけども、この磁気マウントと自由運台、そしてなんかレックボタンとかモードボタン、あと、なんでしょうね、横の方にネジ穴切ってありますけども、はい、こんな感じの、まあ、どっかで見たことある、まあ、GoPro でいうとこのボルタみたいなやつが、どうやら今回出るみたいですね。前にね、僕も PGYTECH のやつで紹介しましたけども、こういったマンティスポットのパワーかな、はい、こういったものとほとんど同じものだと思われます。まあそうですね、 DJI からこういったものが出てもおかしくないのかなって感じなんですが、次これが斜め前からの画像ですね。はい、レンズとかセンサーとか FOV に書いてますけども、まあちょっとこれは後から解説していきます。下の磁気マウントの形状も同じ、レンズキャップを外したこの姿も同じですね。はい、なんていうかほとんどね、デザインに変更はありません。で、肝心の、スペックに関してなんですが、40メガピクセルの 1.3分の1インチ、これは現行のアクション4と同じですね。で、 FOV 画角ですね、155度、これも同じですね。 4K の 120fps、 これも同じですね。で、バッテリーは4時間持つとは書いてあるんですが、これに関してはね、ちょっと当てにならないっていうか、これ前回のアクション4の時もそうだったんですが、このフロントのモニターもリアのモニターも全部落とした状態で、確かフル HD の 24p 高で、その何時間撮れます、マックス撮れますよって話なんで、実際 4K の 30p とか 60p で撮るともっともっと時間は短くなるんですが、まあそれでも前回のアクション4よりかは時間は伸びるみたいですね。で、ライブストリーム、これはスマホの DJI のアプリとアクションを連携することで、まあライブできますよっていう、YouTube ライブとかで、ね、そういったのに使いますよってやつですね。
で、次、ここが違いますね。47GB の内蔵ストレージって書いてるんですよ。ということは SD カードがなくても 47GB 分は本体で記録できるっていうことでしょうか。なんかこの内蔵ストレージを見ると昔のアクション2をちょっと思い出しますよね。アクション2は本体に 32GB だか確かあって、で、下のモニター兼、バッテリーグリップに SD カードを入れて、まあ映像をね、保存するってタイプだったんですけども、どうやら今回のアクション5 Pro は、この 47GB の内蔵ストレージ。まあそうですね、4K の 60p で1時間撮れるくらいですかね、だいたいそのくらいかな。うん。はい、そういった感じの内蔵ストレージがついています。特に、まあこれに関しては、前のアクション4でも内蔵ストレージ、これはないですけども、まあ、困ったことないんですよね。はい。で、マイクロ SD は最大 1TB まで、対応できると。前のこのアクション4は 512GB だったんで、まあ、倍になりましたよね。で、次もちょっと新機能なんですが、スーパーナイトスローモーションモードってものがどうやら搭載されるみたいです。アクション3にもスローモーションはあるんですが、それがスーパーナイトスローモーションってことで、どうでしょう、スーパーナイトっていうことなんで、暗所でも使える、ね、スローモーションっていうことなんでしょうか。まあ、スローモーション使うとこれね、4K だったら 120p になるんで、相当明るい場所じゃないと厳しいんですけども、どうなんでしょうね、これね。まあ今んとこね、これしか分かってないので、具体的にどんなモードかって分かんないんですけども、まあ、もしかしたらその暗所関係に結構手が入っているのかなと。で、3つのステレオマイク、これ同じですよね。で、オズモオーディオって書いてありますが、まあこれおそらく DJI マイク2との連携の話ですかね。このね、アクション4もファームウェアのアップデートで DJI マイク2と連携できるようになったんですが、まあ今回は標準で対応してるっぽいです。で、音声コントロール。で、次、360度ホライゾンステディですね。これもアクション4であるんですが、360度のホライゾンステディは、4K ではなくて 2.7K になってしまうんですが、今回このアクション5 Pro ではどうなんでしょうね。まあ、4K で360度水平維持取れればすごいんですが、言うてアクション4のね、このホライゾンバランシング、45度まで、斜めにしても大丈夫ってやつも相当水平維持強力なんで、まあ、360度にする意味は、そうですね、そこまでないかなと思うんですけども、まあ、ね、かなりこう、派手に動かす人には、このホライゾンステディね、4K 対応してればいいんですけども。で、次がちょっとまた新しいですね。被写体のセンタリングとトラッキングって書いてありますが、これはどういうことでしょうかね。ポケット3はね、ジンバル搭載カメラなんで、まあ、物体追跡すればカメラがこう動いて、で、追跡してくれますけども、アクションカムなんでそういったものはありません。ということはあれですかね。こう、一番画角の広いモードになって、で、まあ、その中に被写体がいると、そこだけクロップして、その被写体を正面に捉えるとかっていう感じなのかな。この ZV-1 にもそういった機能ありますけども、おそらくそういうことだと思います。うん、まあ、アクションカムなんでやっぱね、画角めちゃくちゃ広いですから、で、一番広い状態の一番解像度でいいやつで撮って、まあ、その被写体をね、切って、まあ、真ん中に寄せるっていう感じだと思うんですけども、これもどうなのかな。まあ、あれば便利なのかもしれないですけども、使うかって言われたらまた微妙かもしれませんね。はい。で、最後、Wi-Fi 6 と Bluetooth 5.0。Bluetooth に関しては同じですけども、Wi-Fi 6は新しくなってますね。これ Wi-Fi 5なんで。うん。なんで、スマートフォンと連携した時のファイルの転送速度、これがね、結構速くなってると思います。はい。といった感じで現状分かっている、これが、アクション5 Pro ですね。で、発売なんですけども、これに関してはですね、まあ、この動画撮ってる段階ではまだ予想なんですけども、おそらく9月の12日なんではないかって言われてますね。というのも、この9月の12日の次の日、13、14あたりから、このオランダのアムステルダムで、こういう撮影機材とかカメラのショーが始まるみたいなんで、それに合わせるんじゃないかって話がね、出ていました。はい。といった感じでですね。まあ僕もざっと見てきましたけども、ハードウェア的な進化はどうやらアクションもあんまりなさそう。DJI もそこまで大きく、進化はないのかな。なんかこれもまた、このマイナーアップデート感があるっていうか、アクション3から4は単純にセンサーサイズが大きくなったんで、あ、結構違うなっていうか、その映りも全然違いましたし、すごい差はあったんですけども、今回なんかこのスペックを見る
だけだったら、これもしかしてほとんど変わんないんじゃないかなみたいな、そんなところありますね。まあもうこのアクション4は発売して1回か2回ファームウェアのアップデートしたあたりでめちゃくちゃ完成度が高いアクションカムだったんですよね。なんでこっからさらに手こ入れするってのは難しいと思ってました。しかも同社のポケット3が出ちゃったんで、もうそのまあ暗証とかそういったジンバル付きっていう用途であればもうポケット使ってください。でね、野外のこう広々したところで、まあ光がね、十分ある場所ではアクション使ってくださいっていう感じで、完全に住み分けができちゃってるんで、もうこのアクションを進化させるっていうのもね、なかなか難しくなってきましたよね。まあ DJI もね、今回このバッテリーグリップ、自社のやつ出すっぽいですから、もしかしたら、それプラス、なんかこうレンズ交換式のね、オプションパーツ出すかもしれませんけども、なんかちょっと、今回の、このスペックを見る感じで目新しい場所はこの 47GB のストレージとスーパーナイトスローモーション被写体の、センタリングですかね、あと Wi-Fi 6って感じであります。皆さんはこのアクション5 Pro についてどう思うでしょうか。ぜひね、下にコメント書いてくれると嬉しいです。はい、でですね、実はもう一個ねお話がありまして、ちょっとこれに関してはまあ確実なことっていうか、ちょっとぼやけた話になってしまうんですけども、まあ、ちょっとね、とある情報筋の方からですね、そのインスタ360がまた新型のカメラを出すんじゃないかと。で、しかもそれは、去年出ましたエースプロですよね。フリップアップ式のアクションカム。はい。今ですね、かなり勢いのあるアクションカムのインスタ360エースプロ。これの新型が出るんではないかっていう話が、出ています。しかも、今回この GoPro とかアクション5 Pro のようなマイナーアップデートではなくて、結構本体も手こ入れされてるって情報が、入ってきました。で、まず一つ目なんですが、それがですね、オーディオが大幅にアップグレードされるとのことです。前のエースプロってで、まあ一応マイクね3つついてて、そこそこね、そのインスタ360の製品の中では音良かったんですが、まあそれでも現行機とね360度カメラの X4 とかと比べると、ちょっと自撮りした時の音声があんまよろしくなかったって感じがあったんですけども、どうやら今回はその辺がかなり改善されてるみたいですね。なんで筐体のデザインが一部変更になってるみたいです。はい。そしてローライトパフォーマンスがさらに向上してると。まあ、エースプロといえばですね、アクションカムの中では唯一暗所性能が強いカメラでして、まあ、先日のね、アップデートでローライトモードでも水平維持が使えるようになって、かなりね、暗所強いアクションカムなんですが、それがさらに、性能が向上するとのことです。で、次が取り外し可能な、レンズガードですね。前のね、エースプロって、GoPro とかアクションと違って、このレンズプロテクター、この部分ね、取り外しができなかったんですよ。まあ一応その、購入から何ヶ月だかは確か無償で交換してくれたんですけども、どうやら今回からは、このレンズガードそのものが外すことができるんで、まあ、レンズガードが外せるということはですよ、その、替えのレンズガード以外にも、もしかしたらなんかオプションパースとか出るんじゃないですかね。なんかインスタ360までやりそうじゃないですか。なんか、GoPro みたいなね、このアナモルフィックレンズとか、ND フィルターとか。まあ ND フィルターに関してはおそらくフリーウェルとかから出るんじゃないでしょう。そう、インスタ360とね、この、まあ、コラボモデルっていうか、そういったのも結構出してますから、おそらくこの辺は出るんだと思います。で、画角ですよね。これもどうやら、このアクション4よりかもさらに広い、画角を搭載するみたいです。で、最後、これが多分ね、一番でかいですね。どうやらそのデュアル AI チップというものが搭載されてるらしくて、さらに解像度は 8K の30まで。どうやらね、選択できるみたいですね。前のね、AS Pro では 8K は 24fps までだったんですが、今回ついに 8K で30まで選べると、まあなかなか 8K っていうのはね、難しかったですね。前回の AS Pro 僕も1回くらいは確か使ったことあるのかな。8K の24fps にして、シネスコサイズ。あれにしたことはあるんですけども、ちょっとね、手ブレ補正というか水平維持があんまり使えなかったんで、まあ、どうかなってとこはあったんですけども、もしこれが 8K30p 標準で対応して水平維持もそこそこ使いますよってなったら、
かなりでかいですよね。しかもこのデュアル AI チップっていうのは一体何なのかね、気になりますよね。まあおそらく内部の映像を処理するために使うチップだと思うんですけども、それが AI、しかもデュアルってことでね、すごく気になります。はい、ということでね、インスタ360AS Pro 2の、ちょっとリーク情報でした。発売に関してもおそらくこの GoPro とか Action 5 Pro とそこまでね、間空くことはないと思います。まあ多分これ僕の予想なんですけども、このActionプロの後だと思うんですよね。なのでまあ GoPro が一番最初に出て、次にアクション5 Pro が出て、最後にインスタ360、まあ、出ると思うんで、まあその選択肢っていうのもね、どうなんでしょう、結構考えてほしいっていうかね。まあ僕は多分ね、アクション5 Pro はなんか買うとは思うんですけども、この AS Pro 2っていうのもすっごく気になりますね。多分今一番僕は気にしてます。はい、なんでそうですね、皆さんもこの全部のアクションカムが出揃うまでは、まあ、少し待ってもいいのかなっていう感じがありますね。うん、今この見ただけの情報であれば、おそらく AS Pro 2が一番今回手が入っていると思うんで、まあ GoPro と Action 5 Pro は今回はちょっとマイナーアップデート感があるというか、うん、そんな感じがあるんで、これに関してもね、ちょっと続報が入り次第、うちのチャンネルでもね、扱っていこうかなと思います。はい、といった感じで、DJI の、5 Pro とインスタ 360AS Pro 2の噂についてちょっと語ってみました。ここまで見ていただきありがとうございました。この動画がね、皆さんも何かの参考になれれば幸いです。で、今後もですね、こんな感じでちょっと面白い情報がありましたら、どんどんやっていきますので、チャンネル登録してくれると嬉しいです。では次回の動画でお会いしましょう。さよなら。